河合地下を11月22日隊は日本の外交官、上皇自重長、自重長、祖父は情報局総裁兼外務次官を務めた河合達夫、外務省北米局長、外務省総合外交政策局長、内閣官房副長官補、外務事務次官、外務省顧問、指揮部官長などを歴任した、東京都出身、 1975年一橋大学経済学部を卒業し外務省に入省する。2005年外務省北米局長就任。2006年4月にクリストファー・ヒル国務次官補と東京都内のホテルで会談 BSE 問題に絡み米国産牛肉の全面輸入禁止措置が取られていることについてヒル次官補から早期解禁を要求されたのに対し、 米国の検査体制整備がなされない限り、輸入解禁はできない胸を告げた。同年6月にも昼国務次官補と外務省で会談し、北朝鮮に対するミサイル防衛で、アメリカ軍と連携を強化する方針を確認した。2012年9月11日付外務事務次官、就任。同年靖国神社、日本大使館放火事件犯人に対し引き渡し、 拒絶決定がなされたことに関し、去る集中日韓国大使に遺憾である旨の抗議及び要請を行った。2012年9月24日、沖縄県尖閣諸島問題を話し合うため、中国を訪問し、同25日張り市軍中国外交部、筆頭副部長と4時間にわたり会談した。双方は協議継続で一致したものの、議論は平行線のままで、 関係改善の糸口を見出すには至らなかった。2013年1月に訪米、バーンズ国務副長官、ラッセル国家安全保障会議アジア上級部長と安倍晋三首相の2月訪米への調整を行った。2013年6月、通常2年の在職期間となる外務事務次官職を10ヶ月弱で退任。次官就任前から、 作家の佐藤優による批判をたびたび受けており、佐藤はこの時間退任劇についても、安倍首相による事実上の更迭であるとしているが、同月に、小笠原道明総務事務次官、正子康氏財務事務次官、金子純一厚生労働事務次官、坂厚郎日本郵政社長が、いずれも就任1年を満たずに退任したほか、7月には、森口康隆文部科学事務次官も退任し、 さらにこれに先立って3月に、金沢博士半防衛事務次官も退任。2012年12月には、梅本和義内閣官房副長官補が就任1ヶ月ほどで退任していたなど、同様の例は相次いでおり、民主党から自民党への政権交代に伴う人事の一環と考えられる。外務省顧問等を経て、2014年9月1日、宮内庁式部官庁。 同年12月、上皇后、三千子のベルギー行刑に随行したほか、2015年4月の天皇皇后のパラオ行刑を事務方として取り仕切った。2015年5月1日から自重調。2016年5月半ばから始まった、風岡のり区内庁長官らとの4プラス1会合に参加し、天皇上位のための検討を進めた。 2019年4月23日の閣議決定により、5月1日の後位継承をもって自重長を退任し、新設された区内庁上皇職トップの上皇自重長に就任することになった。ありがとうございます。